はい、今日お伝えしたいことは、今のまま勉強してもほとんどの人は勉強すればするほどアホになるだけだっていう話をしていきたいと思います。実際このことはですね、あんまり言われるとカチンとする人もいるかもしれないけど、今の勉強っていうものと正しくね付き合えてるかっていうところが一番大事です。勉強するのかしないのか、もし勉強するんであれば正しい方法をね、正しい、まあ、付き合い方をねちゃんとやっておかないと、正しく付き合えてない人の方がはるかに多いんですよ。勉強とは何かってことが全然分かってなくて、なんか引きずられるように勉強、嫌だ嫌だと思いながら勉強してるんだけれど、そういう風な勉強ってアホになるだけなんでやらない方がいいです。もうそういう勉強するんだったらやらない方がいい。他の道を探してください。なぜみんな勉強そこまでしたがるのかってのは私にはよく分からないし、私は徹底的に勉強したくない人だったんで、勉強したくない時は勉強しなかったです。部活に打ち込んだりとかしてたけど、実際その私が勉強をね得意になったというか、まあ逃げられなかっただけなんですけど、私の場合は大学受験を終えないと先に進めない、例えば高卒っていうものが私の中ではちょっと重すぎたんよね。だから大学まで行かないと恥ずかしいって思ってしまうような変なプライドがあって、当時はやっぱり逃げられなかったから、じゃあ大学に受からないと先に進まないんだけど勉強したくないんだ、どうしようっていうところから、まあじゃあ勉強する自分になるためにはどうしたらいいんだろうってところを要は掘り下げてって、でそこを研究してその打開策を見つけて、それがなんか自分の中でああこういうふうにすればいいんだってことが分かったことを今度は次の世代の子どもたちに伝えたいっていうのがもともとありました。ただ今の時代はちょっと違います。私が高校卒業した頃は18年前なので、もうそこから18年経ってます。で18年経って明確に今、勉強を頑張っても報われない社会がこれからやってくるぞってことはもう明確になってきてます。にもかかわらずどんどん勉強っていうベクトルが強くなってる気もしないでもない。で実際子どもたちもしくは保護者の方たちの話を聞くと、やっぱどうしてもね学校の先生たち、学校の教師の人たちの話を鵜呑みにしたりとか、まあ、学校 の塾の講師の人たちの話を鵜呑みにしたりとかね、盲信してしまって、なんかこう間違った頑張り方をしてるされている方が多いなっていうのは思いました。でそれが一番危険だなと。特にその保護者の方の方が多分考え方を変えられないので、勉強頑張りなさい、ね、学校行かないっていうことが不安で仕方ないし、学校をサボるとか、ね、校則を破るとか、その勉強しないということ、成績が良くない下がっていくということにものすごく不安恐怖を感じているのはおそらく保護者の方の方で、その恐怖や心配や不安っていうのが子どもたちが重たく感じてしまう、それを原因にしてもっともっと勉強が嫌になってしまうっていう悪循環が今、深刻化しています。だから子どもたちはうつうつしていじめをしたりとか、不登校になったりとか、暴力事件になってしまったりしてるのかなと思うし、別にそこまでね何かを犠牲にしてやるほどの大事なものではないので、勉強自体が。だから勉強によって潰されていく子どもたちを本当に私は減らしたいと思っているんだけれど、実際今の状態でいやいや勉強している人たちっていうのは確実にアホになるだけです。勉強頑張れば頑張るほどアホになるだけなんで、やめた方がいいです。だったらもし勉強やるんだったらやるで、ちゃんと正しい付き合い方を考えて、自分にとって20年後30年後の将来に役立つ形で勉強するんだったらまだ全然使えますよね。ただそれを考えることもせずに、その勉強をもうだらだらするぐらいだったら勉強じゃない方法を考えて、そっちを伸ばしていった方がいいです。例えば私の今生徒さんの中には YouTuber になりたいっていう人もいます。で実際 YouTuber というものに対して学校の教師とか親御さん自身が全然その知識とかがないから、お前は何甘いこと言ってんだっていう頭ごなしな否定に入ってしまうんだけれども、本人をそういうふうに甘いとか浅いとかっていう否定の仕方をすれば、本人はどんどん反抗的になるだけです。で実際 YouTuber というものを知らない人たちがあえてそういう言い方をしてしまうんであって、むしろその中高生の子たち、もっと若い世代の子たちっていうのは YouTuber に対してすごくね魅力的な部分を感じていますし、実際それが、ね、実行されて YouTuber になっている子どもたちもいます。でそれはまあ親のねプロモーターがいたりとかもするんですけど、まあ、実際その YouTuber になっている子たちもいるわけだから、 YouTuber というものにさ一つの仕事の可能性、まあ、生き方の可能性を見出していくことには全然私はいいと思うし、それを否定するだけの知識は親にないんだったら、親はまず否定する前に知識を一緒に探したりとか、ね、調べたりとかで分析したりとかっていうのを一緒にやっていくべきだと私は思っているので、だから勉強するかしないか、ね、勉強するんだったら本当にちゃんと考えてやんないと、勉強すればそれほどアホになるだけなんで、もしアホになるような勉強もやめたい、ね、勉強したくない、ね、勉強捨てたいっていう判断ができる方はもう勉強じゃない方法を模索し始めた方がいいと思います。それは早ければ早い方がいいです。で実際に今勉強頑張ったからといって20年後30年後は報われません、絶対に。そこは報われるような形で勉強した人だけが報われるだけです。なので報われない形で正しくない勉強のやり方をしてしまって、頭にね知識しか残らないような勉強をしてしまえば、それはもう
頭が悪くなるだけなんでやめた方がいいっていうのも何度もすみませんね、言っちゃうからあれだけど、やめた方がいい勉強のやり方です。なので勉強するほどアホになるっていうのが嫌だったら勉強のやり方を変えるか、勉強以外の道をちゃんと探してそちらの方を本気で磨きに行くことをお勧めします。実際勉強の効率的なやり方を知りたいという方は私にご相談いただいてもいいですし、本もたくさんありますしね、塾に行かれている方は塾の先生に聞いてもいいかもしれないけど、大抵学校の教師とか塾の講師の教える勉強の方法は間違っているので、できれば YouTube の方、私に限らなくてですね、私以外の人で全然いっぱいいるんで、とにかく YouTube で情報を探してみてください。で、効率的な勉強のやり方を教える動画は山ほどあるので、そういった動画を皆さん実際に見られて、学校の教師や塾の講師よりもそちらの人たちの意見を聞きながら勉強を効率的に伸ばした上で自分の好きなことを時間を作るとかね、そういう、まあ、両立できるのが一番ベストです。ベストですけど、まあなんかこう効率は実際良くないですよね。勉強するのかしないのかはっきりした方がいいと思うので、例えばお医者さんとか弁護士とかもう学校に行かないとねいけないようなものに関しては勉強は絶対必須だから、それはそれでいいんですけど、これからお医者さんになる人も弁護士になる人も確実にあり方が変わってきます。医者のあり方とか弁護士のあり方っていうのはもう AI とかロボットとかね、それこそ 5G が入ってきたりとか、もうキャッシュレスか仮想通貨ね、ドローンが入ってきたりとか、もう本当にそのいろんな技術的な革新が起こっていく中で、そのあり方が全然変わってくるんですよね。でそのことを、まあ、3D プリンターもあるかな、お医者さんとかには特にね。だからそういったものをこれからどんなことが起こるんだろうかって、今どんなことが起きようとしているんだろうかっていう情報にもちゃんとねアンテナを張って情報を集めておかないと、その英数国社理ばっか勉強してたって何の役にも立たないですからね。その知識自体は大人になっても使いません。問題は頭を使うときに必要なのは問題解決能力なので、学力の方なんで、得点力どんなにつけても意味がないです。なので学力がちゃんと伸びるような勉強のやり方を考えながら勉強をやって、で実際に他の人たちと違うね視点を持てるように、新しい情報というか、まあその今現時点での情報とか、これから起こってくるような技術の革新だったり、これからどんな風に世界が変わっていくのかっていう、そっちの情報をね入れていってもらえたらなと思っています。確かに勉強以外にそういったね、また学びの時間を取るって難しいかもしれないんで、ほとんどの人はできないんだと思うんだけど、ほとんどの人ができないからこそやった一部の人がねやっぱり伸びていくので、その一部の人にねぜひ皆さんにはなっていただきたいと思います。そして保護者の方、学校の教師の方、そして塾の講師の方にも、そういった視点でね20年後30年後にちゃんとこの子はしっかり生きていけるんだろうかってことをベースに、勉強をやらせるのかやらせないのか、勉強させることがそれでも大事だと思うのであれば、勉強をどんな風にね教えていったら一番ベストなのかというのをぜひね考えながら指導教育をしていただけたらと思っています。大人の方々が変わらなければ子どもは変わりにくいのがもう現実です。ですので子どもたちが変わろうとしても大人が潰してしまう可能ことも多々ありますので、そういうふうにならないためにもですね、ぜひ大人の方から率先して変わっていっていただけたらと思っています。今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画もお楽しみにされてください。